どうもアヌビスです。今回ご紹介するのはセーラーの商品になります。動画の流れはこちらです。まずはセーラーについて簡単にご紹介した後、商品の基本情報、次に使用した感想、最後にまとめとなっております。セーラーは1911年創業、日本国内で初めて14金の国産万年筆の製造を開始、1949年に上場し、その後徐々に事業を拡大、文房具以外にもロボット事業だったり、紙幣計数機やパチンコ店の景品読み取り機などの製造販売もしています。そんなセーラーから発売されているのが今回の万年筆プロフィット21。プロフィットはシリーズ展開されていて、非常に多くのラインナップが存在します。それによって価格帯や仕様が違ってくるんですが、これを一つ一つ紹介しているとそれだけで1本の動画になってしまうので、これは文房具 YouTuber の文読チャンネルにセーラーの万年筆の商品ラインナップを詳しく解説してくれている素晴らしい動画がありますので、興味がある方はぜひそちらをご覧いただければと思います。動画の説明欄にリンクを貼っておきます。購入時はこのような分厚い化粧箱に入っていました。保証書やインクカートリッジが付いていますので、買ってすぐ書けるのもいいですね。では本体を見ていきます。プロフィット21は丸みを帯びたシガー型、僕はザ・万年筆な仏壇カラーと呼ばれる黒金カラーをチョイスしました。カラバリはブラック、マルン、ホワイトの3色展開、ゴールドの装飾がシルバーになっているプロフィット21銀というカラーもラインナップされています。地幅により価格は異なりますが、こちらの M 中字の現在の価格は税込み 27,500円、8月からは値上がりして 29,700円になります。物によりますが20万円以上値上がりする万年筆もあります。価格の変動はありますが、Amazon ではお得に購入できますので、商品リンクを動画の説明欄に貼っておきますね。クリップのデザインはシンプルな楕円型、硬すぎずしっかり挟めます。これら各金属パーツには24金メッキが施されています。キャップは回転開閉式。プロフィット21のペン先はその名の通り大型の21金、結構柔らかいです。中央にセーラーの怒りのロゴがドンと入っていて、シンプルで美しいです。重心は低重心、キャップポストしても中央あたりですね、非常にバランスがいい。プロフィット21は全長141mm、質量 21.6g、軸径が 18mm となっております。それでは実際に書いてみます。こちらはコンバーターを使用せずにキワグロのカートリッジを使用しています。このインクの香りも好みがあるかと思いますが、個人的には割と好きですね。書き味はサラサラといった感じで、とても心地いいです。F も好きですが、 M の書き味の方がやっぱりいいな。それではまず良かった点から。やっぱり21金は書きやすいですね。ペン先のちょうどいい柔らかさといい、滑らかさといい、紙の上を滑るように描ける心地よさがいいです。十
14金の方がいいという方も多いんですが、それぞれに好みと良さはあると思います。あとサイズ感、プロフィットもシリーズによってペン自体のサイズが大きかったり小さかったりするんですが、プロフィット21スタンダードよりも大きく、キングプロフィットよりも小さい、こちらのプロフィット21のサイズ感が僕にはちょうどいいです。それと全体的にバランスが良く完成度が高い、デザイン的には美しいというよりも昔からある定番のデザインですが、やはり質感がいいですよね。国産の安心感もありますし、僕は万年筆はそんなにたくさん持っていませんが、今一番使っているのがこちらのプロフィット21です。海外製の万年筆は F 細字でも M 中字くらいの太い線になってしまうほどインクがよく出るんですが、国産はインクフローも非常に安定しています。その点からしても僕は国産が好きですね。次に気になる点ですが、ペン先の刻印のデザイン、セーラーの万年筆を所持している方なら気づいたかと思いますが、過去モデルからデザインの変更がされています。これまではセーラーの創業年の1911と怒りのロゴの上に入っててかっこよかったんですが、2022年の1月生産分から年号の刻印がなくなったんですね。個人的には年号が入っていた過去のモデルの方がかっこよくて好きなので、ここは残念だなと感じました。僕が気になったのはこれくらいです。今回はセーラーの万年筆プロフィット21をご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。今回は21の M 中字でしたが、万年筆のラインナップもペン先の素材や形状、本当にたくさんの種類がありますので、この動画を参考にしていただいて、万年筆をご購入の際は店頭で試し書きした上での購入をお勧めします。決して安い買い物ではありませんから、いろいろと試してみてご自身に合った相棒を見つけていただけたらなと思います。それでは今回は以上となります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。